さあ続きまして、マナコ役朝倉桃さん。彼氏さん、今日は一緒に素敵な思い出作りましょう。はい、ございます。はい、マナコ役の朝倉桃です。今日は、こんなにたくさんの方々が、来てくださって本当になんか嬉しいなと思います。すごく楽しいイベントになっていると思いますので、ぜひ皆さん楽しんで、帰ってください。さよなら。はい、帰っちゃう、帰っちゃう。私の挨拶が最後です。そうなんです。次の方に渡そうとすごく礼儀正しいんです。やりづらい。そうなの。ももちゃん素敵。ももちゃん、はい、イエーイ。ありがとうございます。すげえな MON。 どうぞ。あ、どうぞ。この次すげえ怖いですけど一応紹介しますね。ではティオニシア役久保ゆりかさん。さあ結果が出たようです、はい。確認してみましょう。こちらです、どうぞ。4人。おお、この中に恥ずかしがり屋が4人いるぞ。あ恥ずかしがり屋か実家暮らしかどっちかだろうね。どうですかね。パッと見誰かな。恥ずかしがり屋っぽい人。あめっちゃ目を泳いでる。すぐ顔が可愛い。じゃあインタビューしてみましょう。もちゃちゃん、聞いてみますか。あ、いやでも私ちゃんともう全部見ましたよ。でもこうなんか こういう感じでこう薄めみたいな。そうそう、ちょっとやっぱワオっていうシーンがたくさんありましたので、いろいろねありましたからね。そうです。やっぱりまたアフレコとかで見る感じとちょっと違うじゃないですか。絵とかも躍動感もすごいので。そうですね。いや本当にすごい素晴らしい作品だなって。素晴らしい。そう、素晴らしいですよね。ね、素晴らしい作品だよね。はい、もうありがとうございます。そうですね。はい、この話掘っていくと大変そうだからやめときましょうか。次の質問いきます。